お風呂上がりって汗かくなる方って多いかなと思うんですけど、それの対処方法についてね、今日は紹介していきたいと思います。どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、もう今の季節ね、お風呂上がりってかなりね、汗かくなる方って多いかなと思うんですけど、それの対処方法についてね、今日は紹介していきたいと思います。それはなんと膝の裏を冷水で30秒冷やす、これだけです。これをね、やると、まあお風呂をね、こう全体的に洗うじゃないですか。でシャワー出るよっていう時に、もうシャワーでもう冷水にキュッと変えて、で膝の裏を冷やす、まあ両膝冷やした方がいいと思うんですよね。片一方だけだとちょっとあれなんで、両膝をこうやりながら冷やして30秒冷やして出る。でそのまま変なし化粧水つけたりとかね、何々って乾かしても絶対汗かかない、ほんとそんな感じなんですよ。なのでそれがおすすめです。やってみた、やったんですけど、ぶっちゃけた話15秒ぐらいで限界でしたでもね、30秒やったらもう完璧だと思うんですよ。だけど15秒でも、僕だったら15秒でも結構汗はかからなかったんですよ。ただそれが、僕って髪の毛短いじゃないですか、だから15秒でいけたんですけど、多分ね、長いお客様、ロングの方だったりとかっていうのは、まあ、30秒ぐらい冷やさないと、もしかしたら無理かもしれないんで、ちょっと一回皆さん、本当にやってみてください。騙されたと思って。かなり変わりますけど。なんかね、体の芯がちょっと冷えるというか、なんか、ポカポカするじゃないですか。お風呂上がりってね。でもそのポカポカがちょっとこう、ひんやり解消されるんで、結構おすすめです。で、それが無理な方は、なんだろう、僕ちょっと無理やと思ってしまったんですけど、でもまあ15秒だったり10秒だったりとかで、暑い日はそれで解消してるんですけど、それ以外の方法で保冷剤とかあるじゃないですか。あれを脇のところに両脇って挟んで、ちょっと時間を置くとか、であとはこう、首後ろを、保冷剤で冷やしたりとかで、解消できるみたいなんですけど、ぶっちゃけ保冷剤を取りに行く手間も結構かかってしまうかなと思うので、じゃあシャワーでこうやったらいいやってなったら、脇とか首はね、シャワーでやると結構大変かなと思うので、まあ膝裏がいいかなっていうので、今日はね、紹介させてもらいました。お、本当に変わります。でもこれだけで、で、なんだったらお風呂場ってね、お風呂上がった後って全体的にこう冷水でシャワーをかけてあげると、カビもね、つきづらい、カビ防止に結構なるみたいなんで、まあその流れで自分の膝もこうシュッと冷やしてあげて出てあげると、かなりね、夏も、快適にね、涼しく過ごせるかなと思いますので、よかったらぜひ皆さんやってみてください。とりあえず騙されたと思ってやってみてください。でこれから本当に暑くなってくると思いますので、お使いの方になりますので、これが良かったら、口コミだったりとかね、なんかいろんな SNS で拡散してもらえたらと思います。ということで、こんな感じでね、今日は動画を、お送りさせてもらいましたので、この動画が良かったら、グッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。